なんチャンネル、皆さんこんにちは、モリアンナです。はい、今日はですね、こちら実は配信を見てくださっていた方はわかると思うのですが、私ずっと物置みたいな、なんか変な椅子に座っててコロコロがついてたやつなんですけど、いつも配信中にこうすってんころりんしそうになってたんですけど、もうね、お金がとか言ってる場合じゃなくて、配信中に転んだら大変なので、もうしょうがないので、ゲーミングチェアを Amazon プライムセールをやってたので、それで購入しました。やっとです。ちょっと安くなってたので今回購入に踏み切ったという感じなんですけれども、今日はこのゲーミングチェアを一人で組み立てていきたいと思います。では早速組み立てていきましょう。はじめ。う、重っ。めっちゃ重い。すごいぞ。ほら、すごい。わ、なんかほら見て、滑らない話に招待されたみたい。最初にこのヒトデちゃんをやるらしいです。これにコロコロと7番と3番をつける。待って、7番と3番つける。待って、めちゃくちゃある。待って、もう待って。そうです。
なんかものづくりっていうか、ものづくりじゃないんですけど、髪ボサボサ。なんかこういうの作ってるといつも思うんですけど、マジでこれ作った人天才だなって思います。これ本当にすごい。なんか毎回さ、なんかこういうものを買うとついてくるじゃないですか。だから私の家これで溢れてる。溢れてるの嘘だけど。ここを通しているんですけど、めちゃくちゃ難しい。穴がないところにずっとやってたっぽいです。難しいぞ。どこに穴あるのじゃあ。ブックオフなのに穴ないじゃん。穴開け忘れたのかな。穴がないです。穴開け忘れちゃったのかな。そんなこともあるか。え、どうしたらいいんだろう。穴開け忘れてる場合は穴を作るしかないか。もう作れんのかな。さあ、私もさ、失敗することあるからさ、穴を最後開け忘れることぐらいきっとありますよね。工場の方がこうやってやってて、ちょっとあくびしてどこまで穴開けたか忘れちゃったのね。え、めっちゃかわいいピンク。どうでもいいけどめっちゃかわいくないですか。なんかいちごミルクやん。かわよい。そんなのいいんじゃ。私はもう穴をどうしたらいいのかがわからない。これで無理やりに開けましょう。じゃあちょっと一回やりますね。さあどうだ、穴は開いたか。わかんない。まあとりあえずやりましょうか。で開けましょう。じゃあいいのがありました。ベルトとかは穴開けるやつ持ってるんで、これで穴を開けていきたいと思います。開いたかもしれん。これをつけていきます。
できたんじゃない？せーの、よいしょ。お、いいんじゃない？ほら、おお、できてるできてる、いい感じ。あれ？なんかゆたゆたするけど、こんなもんなの？びっくりした。あ、ハマったんじゃない今ので。わあ、うるそ。やばすぎる一人で。これさ、ミスったんかな。逆だったかな。逆だと。逆だった？逆だったひろくん。マジあのゴムパッチもう一回やるのきついな。逆って何？つけていきます。ついてるらしくて、これを多分つなげるとブルブルするらしい。ここがこれをちょっとつけていきたいと思います。
皆さん覚えているでしょうか。このソファ、うわびっくりした、びっくりした、あ、ブルブルする、すごい、これオンオフがね、つけたらもうすぐつくのね、びっくりしちゃった。すごい、ちゃんとブルブルしてくれます。もうね、めちゃくちゃ腰痛持ちなので、ちょっと疲れた時に腰になんかブルッと刺激があるといいかな、いいかなと思います。はい、ということで無事にゲーミングチェア完成しました。よかった、結構ご立派よ。しかもこうやってフットモデルのフット、ほらグロスで、こうやってしまえて結構便利かも。今まではね、本当になんか物を入れるみたいな椅子に座ってたので、ちょっとこれからはこれで作業効率もかかるんじゃないかと思っております。はい、ということで今回の動画はゲーミングチェアを組み立ててみたでした。めちゃくちゃ時間かかった、マジで2時間ぐらいかかったかもしれない。ちょっとお布団そろそろ入れなきゃいけないので締めたいと思います。はい、ということで今回も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。